お買い物に行きました。可愛い鳥さんの小物を見つけたんです。本当にふわふわって可愛くて買おうか迷っちゃいました。はい、お散歩するのが大好きでお店もよく覗きます。たまに素敵なものに出会えるのが楽しいです。ふわ、鳥さんの小物とも素敵な出会いですよね。うん、やっぱり買っちゃいます。モチーフはインコです。巾着になっていて頭の紐をキュッとすると、ふわ、そこまで聞いてないですよね。プロデューサーさんにも見せたかったです。ふわ、そうなんでしょうか。小物だけじゃなくて鳥さんがモチーフのものなら何でも好きです。
お野菜が溢れそうなくらいパンに挟んであって、お昼ご飯はサンドイッチにしようかな。ひょっ、お腹空いてきちゃいました。お仕事中にですか。さすがはプロデューサーさん、豪快です。え、アウトドアのご飯だと勘違いを。そうだったんですね、びっくりしました。お外で食べるお菓子は美味しいですよね。私もそう思います。でもできたらご飯もちゃんと食べてくださいね、プロデューサーさん。次のお休みは晴れるといいな。実は次のお休みにハイキングに行こうと思って、今から楽しみなんです。はい、やっぱり山へ行ったらヤッホーです。レッスンの成果を生かして、おっきなおっきな山びこを響かせてきますね。山に咲くお花を見たりするのが好きで、たまに行くことがあります。今回は久しぶりに行くので楽しんでこようって思ってます。はあ、やめた方がいいんでしょうか。アイドルですし、余計な怪我をしたらいけませんね。楽しみにしてましたけど、やっぱりやめておきますね。プロデューサーさん、私今日はいい日なんです。私が育ててるお花が咲いたんです。はい、毎日水やりして、時々肥料もあげて、いつ咲くか楽しみにしていたんです。なので今日咲いてるのを見た時は、ほーって言っちゃいました。はい、綺麗に咲いてくれました。ほわ、写真を撮ってくればよかったですね。そしたらプロデューサーさんにも見てもらえたのに。ふわわ、そうだったんですか。それは悲しかったですよね。大丈夫です、次はうまく育てられますから。
また違って、今度はイルミネーションスターズのみんなとピーちゃんとで歌いたいです。はい、大好きです。私の大切な家族ですから。また一緒に歌えたらいいな。どういうことですか？ピーちゃんは飼っているハトさんのことで。あ、もしかしてプロデューサーのピーですか？プロデューサーさん、アイドルって思ったより体をたくさん動かすお仕事なんですね。いえ、体力にはちょっぴり自信があるので大丈夫です。今週も頑張ります。うん、はい、そう思います。いつもやっているレッスンのおかげですね。頑張ってる成果が出てきてるんだなって思うと、とっても嬉しいです。プロデューサーさんも元気いっぱいですね。今週も一緒に頑張りましょう。うん、ほう、いえ、私は大丈夫です。心配してくれてありがとうございます。プロデューサーさんも疲れた時は言ってくださいね。この前のイベントでファンの皆さんが送ってくれた声援が忘れられなくて、だから今日もアイドル活動を頑張りたいです。プロデューサーさん、よろしくお願いしますね。どうしたら大きな声援がもらえるんでしょうか。皆さんが喜んでくれるようなステージをすれば。きっとそうですよね。私、頑張ります。うん、はあ、筋トレ、はい、トレーニングは大切です。基礎が大切ってことですね、プロデューサーさん。で、怪我しちゃったら大変ですよね。でも私にできることは何でもやっておきたいなって思います。プロデューサーさん、この前ファンの方から癒されるって言われたんです。だけどなんて返事していいかわからなくて。何も言わずに微笑めばいいんですか？
こうでしょうか。プロデューサーさんまでニコニコ顔になりました。楽しみに撮っておきますね。